先日、大阪府南の仙北地域に路線を持つ、仙北高速鉄道が新しいメロディをさらに導入したよ。今までは発車メロディを2023年の春に導入したという形だったけど、今年にはついに通過メロディまで追加されたよ。導入駅は中本駅から一駅進んだ深井駅で、仙北で唯一通過列車が設けられている駅であり、朝夕に設定されている仙北ライナーが深井を通過するよ。ちなみに音源を貸してくれる人がいなかったということで、実際のメロディは他の人の動画を見てね。来年2025年には、仙北高速鉄道は南海に吸収合併されるのに、このタイミングでメロディを導入するということは、南海移管後もメロディはそのままになることの暗示ではないかと思うよ。メロディの作者は発車メロディと同じ、阪神や京阪、東京メトロ東西線などの発車メロディを作っている向井谷実氏で、仙北の通過時になるベルを基調として、通過メロディ風に仕上げた感じとなっているよ。向井谷氏が手掛ける通過メロディとして代表的なものは、京阪と阪神があるけど、仙北で使われている発車メロディはこの2社のメロディと違い、音が連続して途切れないようになっているのが特徴だよ。地味に南海線系列では初となる通過メロディの導入、今後もし南海に吸収された際は、このメロディが南海でも通過メロディで使われるか、はたまた仙北のみになるのか、いずれにせよ、南海への吸収合併後にどうなるかがとても気になるところだよ。